このゲームの舞台はローマオリンピコ。1953年に建設された歴史あるスタジアムですが、その名を聞くだけで数々の激闘の記憶が呼び起こされる人も多いかもしれません。この時間は神戸対大阪、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日442のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、はい、奪った後にどこまで高い位置を取れるかということになりますよね、うん、そうなってくるとサイドの中盤との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところなんでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てって取られた時ですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうっていうケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション移行のところでミスが出ると難しくなりますよね、はいはい、さあファーストハーフが始まりました。神戸対大阪、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介します。左から右に神戸、画面右側が大阪。クリアです。スルーパスを狙う、抜けた、ハートリックへのボール、いいですね、小野瀬、ここで丁寧にボールを扱う、中に合わせてくるか、勝負のシーン、中へのクロス、これは合わせたかったですよね。小野瀬から倉田、丁寧に足元を使う武藤、ここは競り勝ちます。打つか、武藤、ゆるきへ、高尾、倉田、小野瀬へ、ハトリックに渡る、ここは通しません。ゆるき、坂井、牧野へ、ゆるきへ、牧野から一気に前へ、いいプレッシャー、宇佐美、武藤、ゆるき、山口、サイドのスペースを使います。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。キーパー、セルジ・サンペル、さあどうする。大阪としては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、うん、そうすることで中央にスペースができるので、はい、そこに列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。牧野から長いボール縦へ、酒井、
左サイドを上がっていきます。中に入れる。大きく縦へ。大阪、なかなか前にボールが運べません。自分で行く。さあ持っていく。宇佐美、縦へのボール、この位置で受ける。ディフェンスをものともしません。上げる。これはキーパー牧野。序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。ボールを下げてリズムを作るか。高尾、裏のスペースを狙う。牧野、山口、神戸、最終ラインまでボールを下げる。おっと、ボールがつながる。入るか。これはどうだ。さあここでカウンター、石川。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。大阪、今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。ゴールキーパーだけが準備していた感じですよね。あの形は作らせてはいけませんよね。そうですね。ギルキ、中央へ。これは最初に細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ギルキ、ギルキへ。宇佐美、山口、ここは奪います。もう一つ前に行きたい。荻原、ギルキへ。山口、荻原、酒井、また中央へ。ギルキへ。山口、さあどこに出してくる。セルジ・サンペル、ギルキへ。荻原、柔らかいボール。荻原から酒井、バーへのボール。小野瀬へ。倉田、スペースを狙う。抜けた。この位置でボールを受けます。撫でるようなボールタッチ。桜内、一気に前線にボールを送る。プレッシャー、裏を狙っていきます。武藤に渡る。いやー、どうだ。強い。神戸、奪い返します。桜内、セルジ・サンペル、ユルキへ。スルーパス、抜けてくる。
大阪としてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。大木原ゆるきへ裏のスペースを狙う、これはつながりません。山口抜ければチャンス、シュート、シーノグ、いやいい反応でしたね北澤さん。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。ここで見せてくれました。ショートコーナー荻原へ、足元大事に行きます。さあ上げる、中央へ、宇佐美。ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。長いボール縦へ、宇佐美、裏を狙う、さあ宇佐美、長いボールを送ります。武藤、山口仕掛けるか、収まった、フリーだ、ミドル、うわー、ポストの左です。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。縦へのボール、三浦、宇佐美へ、山口対応します。ギルキ、山口、山口、桜内、右側上がっていく、酒井、ギルキへ、大木原、酒井、荻原、庄司、危ない。ここで前半が終了しました。前半0対0。さあ前半いかがでしたか。神戸としては終盤にかけて非常に攻勢をかけてましたよね。この調子のまま後半に入っていけば得点が動く可能性は十分にありますね。神戸対大阪、0対0のまま後半に入ります。後半です。神戸としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。パトリックから小野瀬、ここは間合いを取る、チャンスになる、牧野、これはよく触りました。神戸、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。三浦、宇佐美へ、サイドへ、プレスからボールがこぼれる、山口、牧野へ、荻原、
長いボール縦へ、スルーパスを出す。さあカウンターのチャンスになります。パトリックから宇佐美、プラタ、来た、シュート、これよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。神戸、嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。このパスを防ぎます。高尾、荻原から縦へのボール。ここで前を向けるか。三浦奪います。素早いパスで攻め上がっていきます。宇佐美、石毛、サイドを使います。ここで受けてクロスを上げる。ボールはクリア。宇佐美、裏へのスルーパス。大阪、先ほどから見ていて前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどもね、まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですからね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね。酒井、大木原から大きく縦、後半に入りそろそろ15分というところ。そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが、依然0対0のまま動いていません。組み立てながら攻め上がっていく。ゆるき、荻原、ゆるきへ、さあ左へ預けて、倉田から長いボール縦へ、菊池、ゆるきへ、酒井、ゆるきへ、山口、ゆるきへ、山口からのパス、中央へ、あっ、止めた、先制。後半に入ってゲームが動きます。美しいパスワークからのゴールでした。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。さあ、ともに選手交代があるようです。神戸、先制ゴールが決まりました。1対0。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。試合の状況がガラッと変わりますからね。はい、倉田、ボールを受けて、来た、倉田に行った。大阪、同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。大きく縦へ、三浦、中村、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。神戸としてはまだ守りに行く時間帯じゃないですからね。積極的に追加点を狙ってどんどん行っちゃっていいと思いますけどもね。倉田に渡る、シュート、わずかに右へそれました。
倉田チームのキャプテンです。山口、大きく前線に入れます。どうする、さあつながるか、中村一人で持ち上がっていく。ここも堅い守りでボールを奪います。神戸、荻原、桜内、また中央へ、荻原、桜内、また中央へ、山口、荻原、イニエスタへ、裏へ届くか、酒井、山口、セルジ・サンペル、石毛、体を張ります。さあカウンタースピードを上げたいところ。大阪としては、まあ、そのまま突っ込んでいくか、溜めを作って味方を使うかというところでしたけどもね。強引にドリブルでいきます。うっさ、うわ、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。三浦、一人持ち上がっていく。中村、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。荻原、イニエスタへ、素晴らしいパス、2点目かというところ。いや、決められてからかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。武藤、今のチャンスはものにすることができませんでした。スルーパスを狙う、さあシュートレンジだ。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。桜内、本日ワンアシストです。大きく縦へのアーチ、コーナーキックになります。神戸メンバーチェンジをします。上げる、中央へ、大阪、ムート、神戸、今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。神戸、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。ハッセ、神戸、この1点差で残り時間をどのように戦うのがいいんでしょうか。まずこの場面で絶対にしてはいけないのが失点ですよね。決して無理をしないことが最優先ですからね。もう時間を稼ぐ形で相手に隙があれば狙っていくスタイルでいいと思いますけどもね。さあカウンターを仕掛けます。裏へのスルーパス、いいボールだ。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。神戸としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。この柔らかいパス、仕掛けるタイミングを図る。どうだ、もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。
武藤、中村、庄司、このボールをカットします。小野瀬、小野瀬から倉田、ここで丁寧にコントロール、ボールが上がる、ボールはクリア、パスをつなぎます。倉田、上がる、神戸、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。笛です。1対0、神戸勝利です。接戦をものにしました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。神戸としては後半に入ってうまく自分たちのペースに持ってきましたよね。いい試合展開だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。神戸1対0で勝利しています。